彼がいたからこそアイドルを盛り上がってるなって思ってます。アイドルを今後変えていく存在には絶対になるなって思ってます。ここから盛り上げていきます。見てこれでいきました。可能性の原石だと思ってるので、まだこの状態で原石ってことはもう磨いたらすごいものが見れると思ってるので。現役東大生エースケ、日本最高峰の環境に身を置き毎日を過ごしている。そんな彼は夜、昼間とは全く違う顔を見せる。クラブダーリンアイドルのホストとして日本一の夜の街歌舞伎町で生きている。今回現役東大生ホストの営業中に密着。持ち前の知的さでスマートに立ち回ると思いきや、本当に東大生って思うようなちょっと抜けてる可愛いところが、彼の新たな一面を知ることになる。現役東大生として日々勉学に勤しんでいる英介、一見歌舞伎町そしてホストに接する機会などなさそうだが、彼がグループ BJ でホストを始めたきっかけは何なのか。皆さん本当になんか礼儀正しくいらっしゃいませって、キャストの全員がもう来てくれて、あ、すごいなんかしっかりしてるグループだなと思って、で結構その時面接とかすごい話してくださったのが嵐大だと和也社長なんですけど、まあ人柄とかも素敵だなと思って、それでもうすぐその場で入るって決めました。一目見て素敵だなと思って、本当にキャストの皆さんにも嵐大を始めて本当によくしてもらって、もうここしかないなって感じです。キャストのみんなが楽しんでるなってすごい感じました。みんなが仲いいっていうのもあるんですけど、営業中も本当にみんな楽しそうに、まあ、結構アイドルってやんちゃっていうテーマなんですけど、まあ、お酒を飲むにしかり騒ぐにしかり、すごいみんな楽しんでて、すごい雰囲気のいいお店だなっていうイメージが強いです。アイドルはこの日の営業が始まって少しして、よっしゃと一番売れてほしいし、一番役職に近い男なのかなと思っているので、今後もね、もっともっと頑張って売れてください。自分を変えたいみたいに入ってくれたので、アイドルに入ってくれて本当にすごい良かったなと、本当に助かってるなっていう存在です。彼がいたからこそアイドルを盛り上がってるなって思います。アイドルを今後変えていく存在には絶対になるなと思います。ここから盛り上げていきます。見てこれでいきました。はい、プレッシャー感じていると思います。1年も経ってなくてね、密着してもらえることはなかなかないと思うので、それだけグループからも注目されていることだと思うので、まあ、ここから頑張ってほしいなと、プレッシャーに負けることなく頑張ってほしいなと思っているので、みんなついているので、ここから盛り上げていきましょう。いつもありがとうございます。いないとダメだなと思うので、上からも下からも好かれる慕われる存在なのかなと思っているので、まあ、ゆくゆくは役職になってほしいなと思うし、最近はすごい責任感も出てきて、まあ、そういった階段を確実に上っていく支えになっていく中心人物かなと思っています。あれしてやっぱ僕が最初ホスト入ってきて、まあ、ずっと見てきた一番上の上司で、それが当たり前なのかなと思ってきたんですけど、他のホストクラブの、まあ、YouTube で見たり売り上げとかホストの記録見たりとか、改めてそのすごいなと思って、その売り上げもあって本数もあって、それが落ちなくて安定しているっていうのはすごい尊敬します。まあ、あとはセブンクシリンが最近来てくださったんですけど、本当になんか面倒見がいいなってすごい感じます。すごい僕会ってまだ1ヶ月目ぐらいの後輩なんですけど、すごいお前絶対売れろよ、いい意味で叱ったりとかカツを入れてくれたりとか、まあきつそうな時励ましてくれるとか、僕セブンクシリンと同い年なんですけど、まあ、同い年でこんな大人なんだなと思ってすごい尊敬してます。やっぱり今時代とともにやっぱホストって芸能人化してきてると思ってて、お金払って男の人とお酒飲むってすごいなんか普通じゃないことだと思うんですよ。まあ、そういうのもあって、なんか僕が SNS をやってるってのもあって、なんか例えば SNS 見て初回で来てくれて初めましてつくじゃないですか。そう、ついた時にうわ、なんか現実世界の人じゃないなみたいな、なんかもうお金を払う価値じゃないですけど、会いに来てよかったな、高校してきて外では会えないわみたいな、そういうまあ、ザ・ホストっていうんですか、なんかもう芸能人というか、なんか手に入らないような存在みたいなホスト像になれたらいいなって思ってます。 BJ だと有名なセナオボム代理だとかっていうのはそういう感じに近いなって思ってます。
現役東大生、人気 TikToker など様々な肩書きを持つ A 助。そんな彼の営業中、持ち前の知的さや頭の回転の速さは発揮できているのか。わかるわ。はい、竹内さんです。竹内さんとあんま甘いの好きじゃない。営業中で東大生っぽいところは見たことが僕はないんですけど、なんなら本当に東大生って思うようなちょっと抜けてる可愛いところがめっちゃあると思います。頭いいなって感じることはなかなかないんですけど、知識量とかはやっぱり一番あるのかなっていうところはたまにありますよね。意外と抜けている部分が明らかに。A助の意外な一面を垣間見ることができた。おいでー、はい、ちょっと密着来ていただいて、そんなに入れてもらって僕が入れなくてはいかないんで、あっちになりました。僕はもっと皆さんに密着なんで祝ってほしいです。あ、じゃあ盛り上げてくださいイエーイ。着実に、そして思い切りね、ここからまだ可能性の原石だと思ってるので、まだこの状態で原石ってことはもう磨いたらすごいものが見れると思ってるので、今まで以上にみんなのことを引っ張っていける、テンポというよりはもう BGM を引っ張っていけるぐらい歌舞伎町で有名なホストになってほしいなと思ってます。役職候補の一人なので役職になってほしいなと思います。ジュニアっていうまだ1年未満なんですけど、相当仕事もできますし、あとはやっぱ何より一番の TikTok っていうヴィランの背中みたいな、アイドルにはない風を入れてくれるタイプなので、役職の仕事は何か新しいことを取り入れたりとか、自分から率先してお店のためにできるっていうのが役職の基準なので、彼が一番今体現してるので、僕は早く役職になってもっとお店を変えていってほしいし、あと役職になったらこういろいろできることが増えて楽しくなると思う。だからもっと楽しく仕事をしてほしいなと思います。なんで今期待していることは早く役職になって僕らの位置まですごい来てほしいなと思ってます。まずはやっぱり記録を作らなきゃいけないと思うので、1000万100本と役職への昇格はまずその3つを目標にしています。僕2月がバースなので、そこで1000万は行きたいなって思ってます。やっぱりグループ BJ の顔になりたいなと思ってます。そのためにやっぱ分かりやすいのは年間ナンバーだと思うので、年間億を目指してグループ BJ の年間ナンバーっていうのが長い目標です。月間1000万プレイヤー、そして将来的にはグループ BJ を代表するホストになっていきたいと意気込む A 助。持ち前の頭脳を駆使し、新たなホスト像を構築していく。果実